枝豆の畑の後にロータリーをかけたところでございます。結局起こしちゃっております。2024年9月の17日になりましたということで、青空が綺麗に広がっております。太陽も眩しいですということで、ここはね、昨日枝豆の畑の後にロータリーをかけたところでございます。昨年はねロータリーをかけて、そしてしばらく寝かせてから爪を入れて小麦を巻いたんですけど、今年はねもう9月の中旬過ぎてもう全然分解しないんじゃないかなということでね、どうしましょうどうしましょうってねこれ言ってたんですけど、これ中意外と残差がねこんな感じで残っているんですね。どうしようかなと考えた挙句ですね、じゃじゃーん、菅野の3連リバーシブルプラウでございます。これで起こしちゃおうかなちゅうことにしました。これでねもうちょっと分解してくれれば起こさなくてもまあいいのかなとも思うし、あまり起こしちゃうとねこれ残差が下に入っちゃうと分解しないんですよ。でもちょっとねこれ引っかかるんじゃないかなちゅうことで起こすことにしました。はい、ご存知 M7 の登場でございます。それでは畑起こし始めちゃいます。ということでもう起こしちゃうことにしました。はい、まずはね補助角度入れます。それでねこっち側にこう土を起こすんですけど、最初の1回は1回こっちに土を起こしてからまた元に埋め戻すという、こういった方法でやりたいと思います。最初はね反対側に起こしていきます。そして戻るときはねまた逆向きになります。はい、枕についたら、はい、止めて油圧上げて、今回はねこのまんま戻りますよと。はい、旋回して起こしたところを起こし返します。はい、起こしております、起こしております。結局起こしちゃっておりますということで、あんまり起こすとねこう本当に残差物がね深く入りすぎると腐りづらいんですけど、ただこの畑ね100度用の土取りをした畑なんで、表土をね冬の間にこう戻して、そして春に慣らしてという感じで、作っておりますんで、一回ちょっとねプラウでなんか起こしてみたい気持ちもあるのはあったんですけどね。ということでどんな風に起きてるかちょっと見てみましょうか。こんな感じで起きております。深さはどんなもんだい、30センチぐらい入ってるでしょうか。結構こうやって見るとこれ茎ねこんな感じで残っちゃってるね。ロータリーでそんな細かくはやっぱり切れないってことなんだね。やっぱこれはねチョッパーかシュレッダー使って細かくしてから、まあ、それからならロータリーだけでもいけたのかもしれませんが、こんな感じで起こしております。多分このまま爪入れたら爪引っかかったねやっぱりね。まあ爪の代わりにねこれ芯取りね3つつけておりますんで、これである程度水はけは良くなってくれるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでプラウで反転させております。菅野さんのプラウはねいわゆる天地返しというやつで、土の表面を思いっきり真下にすき込むという方式でございます。綺麗にすき込めております。プラウコってやっぱり、ね、気持ちいいんだよね、こう起こすと綺麗になるしね。あとやっぱりね雑草がね増えないためにもこのプラウコいい感じだと思います。あとプラウコしといてねこう雨降られてもねすぐ入りやすいっていう感じはあります。ロータリーだとねもうややしばらく入れなくなるんで、はい、そんな感じもあります。頑張ってます。
快調にプラオで起こしてます。綺麗に起きております。やっぱねこれ起こしたこう割れたとこを見るとね殻がでっかいんで、やっぱねシュレッダーとかチョッパーかけた方がいいですね。枝豆の後の茎は特に。はい、すき込んじゃってます。いやそれにしてもねこの畑ね平らにしてほしくて、客土の土取ってもらったんですけど本当に平らになりましたね。すごい傾斜だったんですよ。もう流されて流されてねとんでもない傾斜だったんですけど平らになってくれました。作業しやすいです。あとねこの新鳥の3本ねもうしっかりと効いてるような気がします。きっとね水はけも良くなってくれると思います。はい、そんな感じで畑を起こしてますが、やっぱ畑を起こすとこう気持ちいいね。綺麗になるっていうかねリセットされるというかもうむちゃくちゃ気持ちいいです。あとはねこの後小麦をねこのプラホの上そのままバーッとダマで巻いていくわけなんですけど、19、20日にお借りする予定なんですけど天気がねなんかその時だけ良くないですね。晴れ男の前田くんが来ないせいでしょうか。東京行っちゃうっちゅうです。無理も言えないかなということでございます。はい、順調にプラを起こしてます。ということでもう少しで終わるんですけど、これね枕も起こしたいんだけど枕ね外側から起こしたくないんです。外側を溝にしたいんで内側からあれしたいんですけどこれ変形してですよね。泥削っちゃって根もってこれでできるんですか。私やったことないですけどこれなんか変形マークだよね。よくわかんないな。保管パターンを作成しますか。はい、押してみるか。ペットこれね録画ボタンみたいになるよこれ。 A 線ちょっとやったことないんでねほぼほぼね私まっすぐしか作ったことないんでちょっとやってみるか。なんか線はついてるねこれね。杉山くんはこういうの詳しいと思うんですけどやっぱり私わかりませんがちょっと走ってみてまーす。これ録画マークってなんですかね。ちょっと謎でーす。はい、これで終わったからこれで残ってんでしょうか。さあどうなってんでしょうか。なんかなんだこりゃ。全然わかんない。ちょっとこれ誰か教えてください。あーダメだわからん。やめます。ただの A 線 B 線にします。ちょっと勉強が足りないね。さっぱりわかりませんでした。とりあえずねまあ斜めなんでね A 線 B 線にします。 A をここで登録して、はい、向こう端、はい、あーこんな感じでいいかな。はい、ここを B にします。 B と、はい、これで内側から起こせます。ということで枕を起こしたらもう終わりでございます。あとはいい天気に恵まれて無事に小麦が負けますようにということでございます。どうもお疲れ様でした。おおかっこいいかっこいい。運転手だ運転手。プップースプー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 。運転手さん運転上手ですね。安全に運んでください。いいねいいね。アンパンマンのブランコすごいいい感じ欲しそうですね。でもどこに置くか問題だよ。行きたくないからちょっとね。なんかジャングルジム興味あるよね。アンパンマンだしね。欲しいね。そう、アンパンマン。ね、欲しいね。置く場所困るね。ね、いい音鳴るしね。